で美容師さんっていうのはすごい可能性がある。やっぱこう柔らかい感じのスタイルの方がやっぱ今一番流行ってると思うので、トークもそうだし YouTube やったりとかベリーとかそうみんなが読むようなもののコンテンツの方がやっぱ伸びる可能性があったりとかするので。エインで代表やらせていただいてます長谷川です。よろしくお願いします。エインで店長をやらせていただいてます河原大地です。よろしくお願いします。スタイリストをしております北野です。セルフブランディングを伸ばす上でやっていることは何でしょうか。私はやっぱりあのヘアメイクのオーナーのもとでずっと働いてきたのもあったんですけど、やっぱりメイクが売りっていうのがあったので、メイク美容師っていう、認識を広めていくためにやっぱりあのインスタグラムでメイクの投稿を増やしていくことだったりとか、あと YouTube もやってるんですけど、 YouTube でもちょっとこうなんかメイクの動画とかも上げたりして、あと、自分のコンプレックス、あの例えば奥二重とかなんか薄眉とかなんかそういうところを逆に出して、あんまりこうなんだろう、モデルさんだけにメイクをしててもちょっと親近感がなくてお客様をこう呼ぶっていう目的につながらないかなと思うので、なんかそういう認識も上げていけたらいいなと思って自分の顔も出して動画とかも撮ったりしています。それもまとめてメイク美容師として認識していただけるようにちょっと活動をしています。ショート推しの今美容師でやってて、まあ、今世の中の美容師さんって多分結構もう半分ぐらいはショート推しの美容師さんが今増えてきて、多分激戦区だと思うんですけど、まあ、その中でこう特化できるように一つのそのショートボブのスタイルでも、例えば後ろの丸みのウェイトの位置がちょっと高いのか低いのかとか、まあ、パツッとしたボブなのかちょっとこう毛先が先細のシュッとした質感なのかとか、正面からもそうなんですけど、やっぱ後ろサイドから見てやっぱ一番似合うショートボブにお客様にこう提案できるように、まあ、インスタもそうなんですけど細かくカウンセリングして提案してます。どっちかというと僕の中のセルフブランディングってなってくると、エインとしてのブランディング、一人一人のブランディングっていうことが、まあ、こうひっくるめて僕の中ではのセルフブランディング全部引っかかってくるかなっていうところがあるんですけど、一人一人やっぱ伸ばし方が違うので、北野だったら北野のブランディングを僕も一緒にこう寄り添いながらやったりとか、川原がやりたいことに対してこういう風にやったらいいんじゃないかっていうのを今一緒にブランディングしてるっていう感じですかね。まあ、今インスタ見てても多分こう流行りってあるから、やっぱ形ってどんどんこう変わってくると思うんですよ。だからその今バズってるとりあえずスタイルをもうその写真を見てもうウィッグをひたすら今ちょっとこう切り込んでます。今スタイルストで11年なんですけど、ベーシックをちょっと崩してどうやったらその今世の中のショートボブにしたいお客さんがどのスタイルにしたいのかっていうのをウィッグで切り込んでちょっと研究してます。ほとんど毎日やってるもんね。すごい。そうスタイリストだと練習しないと思うんですけど、なんかずっと切ってます。なんかずっとお店いるよね今どんなスタイルが流行ってるの。束感っていうか、やっぱ根元をグッとボリューム出して、やっぱ表面にちょっとこう束感動きがある、やっぱこう柔らかい感じのスタイルの方がやっぱ今一番流行ってると思うんで、私は今眉毛ですね。眉毛ですよね。なんかもともとヘアメイクのオーナーの元で働いてたんですけど、そこのオーナーさんがすごい眉毛に対してなんか厳しかったというか、なんかすごいいろいろ教えてくださってたんですね。なのでそれもあってもうその時から眉毛について興味あったんですけど、なんかこのコロナ禍で特にマスクをするようになって、目元眉毛のなんだろうメイクの需要というか、なんか最近すごい特にインスタグラムとかでもよく見かけるようになったんですけど、眉毛の パーマというかアイブロウスタイリングって言わせていただいてるんですけど、なんかその眉毛のパーマとワックスの施術を最近始めまして、それについてちょっと打ち込んでますね。僕もしていただきました眉毛作るコツとかあるんですか。眉毛を作るコツというか、いつも考えてるのも眉毛って顔の骨格とかイメージとか全部を決めるポイントなので、もうそういうのを全部加味した上で作っていくの、まあ、その方の雰囲気だったりとかなりたいイメージとか、もちろんその骨格が丸顔だったらちょっと山を内側でしっかり身につけるとか、なんかそういうのを全部なんか相対的に見てイメージして作ってますね。美容師の可能性 と、セカンドキャリアについて考えてますね。お店をやる上でどうして今までうまくいかなかったのかっていうところと、今後じゃあどうやったら
美容室で生きていけるのかみたいなところをあの考えるところがあって、今後の美容室像っていうのを考える中で大事なのはセカンドキャリア。やっぱこう美容師さんってデビュー早くなってるじゃないですか。デビューが早くなるとやっぱこの後ろがぽっかり開くと思うんですよね。スポーツ選手みたいなもんで。だからいかに美容師さんがここに対してセカンドキャリアとして取り組んでいけるのかっていうのを、可能性を広げるために今僕自身はいろんな事業に手出して、みんながこうセカンドキャリアとして働ける場所というか、いろんなものを提供できるように動いてます。で、美容師さんっていうのはすごい可能性がある。本当は美容師ってこう髪の毛切る仕事だと思うんですけど、髪の毛切るだけではやっぱこう仕事が成り立たないっていうのが現状であって、成り立たない、じゃあどうすればいいか、 SNS やるとか練習するとか眉毛やってみるとか、まあいろいろあると思うんですけど、そこの美容師の可能性っていうのがさらに広がるようなことを今考えてます。教育はもちろん大事ですね。企業が発展する中で教育がないと企業って発展しないと思ってるんで、あの教育はマストでやってるんですけど、教育はもう川原ってめっちゃビッグ切るんですけど、本当にその時にやっぱ優しいんで、一緒にアシスタントと練習してくれるんですよね。大地教えといてほしいとか言わなくても、大地が勝手にアシスタントとビッグ切って、こここうだよとか言ってくれるんで、あの普段あんま褒められない、ね、びっくりした普段も全然褒められないですよ、マジで。なんか美容師紐解くといろんな可能性やっぱあるじゃないですか。トークもそうだし、 YouTube やったりとか、美容師って何でもできるんで、まあ、そこをなんか一つ一つ形にできたらいいかなと思ってますけど。基本もインスタグラム、まあ、TikTok で、まあ、結局上位に上がってくるのってやっぱ世の中の人が見てるから上がってくるわけじゃないですか。スタイルもそうなんですけど、まあ、動画の編集の仕方とかどういうのが流行ってるのかなとか、まあ、そういうのを見てちょっと真似したり、最近だったらお客様というかそのカウンセリング動画から入ってビフォーアフターみたいな、で、まあ、そういうのをすぐやろうっていうのも長谷川ですし、で結局すぐやろうって言ってもう速攻次の日4人ぐらい休みの日に呼んでやってるんですよ。だからまあやっちゃうんですよ。まあ僕の中ではやっぱ長谷川が一番多分アンテナ張ってるんで、そのアンテナを張ってくれてんのを全部共有の LINE とかにも流してくれたり、まあ本当に経営学とかそれのなんか座学みたいなのを YouTube 上がってきて確かに美容師見ないやつなんですよ。でも見てやっぱこう勉強になるし、僕の中では長谷川かもしれないですね。情報源長谷川さん。情報源長谷川かも。なんかやっぱり雑誌がベースかもしれないです。なんか昔から雑誌が好きで、なんかそういう会社に勤めてと思ったこともあったぐらいだったんですけど、なんか何らかの雑誌って今ちょっと気を落としてるかもしれないんですけど、いやいやね、やっぱね立ちにくい。でもやっぱりなんかコンテンツとしてやっぱりみんながちゃんと見やすいような編集だったりとか、まあ流行りというかそういうのも。なんかそういうのを取り入れる技術っていうのはやっぱり何十年も前からなんか受け継いできてるのが、まあ、先の情報が載ってるので、そういうところから結構取ることが多いので、やっぱりでもあとはインスタグラムと YouTube、 なんか動画はやっぱり YouTube が早かったかなっていうイメージがあるので、 YouTube でちょっと流行ったものを、そ例えば今あのリールとかインスタグラムの本とかにもちょっと投影して、なんかなんか伸びたものを真似してみるとか、なんかそういう風に参考にすることはありますね。ちなみによく読む雑誌は何なんですか？母さんとかあんまり関係ない。で僕が母さん買ってくると勝手に読むんですよ。しかも私その後自分で買ってますから。とかそのブルタスとか、まあ、あのアンドプレミアムとか、普通にあれですね、メイクとかの情報だと美的とかボーチェとかそういう、うん、あとはなんかもうコンサバ系のなんかクラッシーとか、まあそういうベリーとかそういうのも結構なんかやっぱりおしゃれなのってやっぱニッチなので、そういうのもすごいあのおしゃれなの好きなんで見てそのどこ真似したりとかこういう感じで作りたいとかやるんですけど、なんかやっぱりこう大衆受けというか、例えばベリーとかそうみんなが読むようなもののコンテンツの方がやっぱり伸びる可能性があったりとかするので、いろいろなんかまんべんなく見るようにはしてます。僕も情報取り入れるの雑誌だったりするんで、うん、やっぱフォントとかも勉強になるよね。そうですね、すごい勉強になる。フォント、取り方、構図、ページに対してどこに文字を置くかとかね。いや、なんならあれですよ、あの冬休みの宿題、雑誌をあの5冊読んで5冊、確かに、あったね。個人で冬休みの宿題出してたんですけど、うん、来たのにはあの雑誌2冊、なんだっけな、あれ気になったところのポイントをなんかいくつ挙げて、どこが一番好きだったかみたいな、なんかそれをあの上げてきてください、事細かに LINE してこいって言って、宿題出されたけど僕返事はしないっていう多分情報を取り入れることが大事なんじゃなくて、どんな情報を取り入れるかっていうことの方が大事だと思うんですよね。
例えば動画編集をしたいと思ってる人としたくないと思ってる人がいて、したくないと思ってる人は情報をどっから入れていいか分かんないんですよね。でも動画編集をしたいと思ってる人は情報を手に入れるときに Adobe 使ったらどうなるか、 Final Cut 使ったらどうなるかみたいな情報を多分精査できると思うんですよ。こっちの人からしか入れない情報でもこっちの人から入れる情報だったりとかして、その人が一体何をしたくてどこに向かいたくて何を明確にしてどんな情報を取り入れるのかっていうところがあると思うんで、取り入れ方っていうよりかは何の情報が欲しいかっていうところの方が大事なんじゃないかなみたいな。それ分かってないと自分の打ち出しもなんかブレちゃって、なんというか、確かに。でそれを全部川原にアウトプット。全部もう全部大地これだ。意識的に一人の時間を作るようにしてて、その時はもう真っさらです。もう仕事のことというかもう自分の好きっていうのがたまになんか分からなくなる時があるので、仕事抜きでもう大好きな雑誌を読むとか、まあ、好きな場所に行ってなんかそういう時間を作ることによって私何がしたかったんだっけっていうのをちょっと一回整理するみたいな、なんかそういう時間はちょっと作るようにはしてます。いいね。僕はもうあのウェイトトレーニングと大社それしかないよ。サウナで想像つく、はい。まあ、今日も朝行ってきたんですけど、そうなの、ちょっとモチベーション維持ですね、まあ、こうアドレナリン出して一日朝もうマックスから仕事する。今じゃもうアドレナリン出てる、もうすごい。アイさん1時間だけあったら何するの？ちょっと休みが自分の中でリフレッシュするってこと何するの？もうやっぱり酒飲んじゃおう。すごいかっこいいこと言ってたけど2時間だとお酒飲んじゃうの。酒飲みとりあえず僕は仕事以外の時間で仕事してます。落ちですね、落ち。落ちと思ってない串が。そうですね、もう大好きなんで、はい、だからめっちゃね、面白くない大人なんですけど、仕事以外の時間で何してますか？アンサー、仕事。その美容師の仕事と切り離した仕事をやってる。ああ、そうですね。でも結局は繋がってくると思う、うんうん、全部、ね、そこっちやってることも全部繋げてくるみたいなのが、うん、パチ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 、うんうん、そうそうそう、そうですね、それはありますね。楽しんでます。楽しいです、大人は。はい。それぞれあの特化した得意を持ったスタイリストが集まった場所っていうイメージなんですけど、なのでなんかお互いこうなんだろう、教え合って高め合える環境かなっていうのがあります。あとなんかすごいあの長谷川さんとの出会いからそうだったんですけど、なんかあの美容師以外の可能性を感じさせてくれる。もちろんあの美容師っていうベースはあるんですけど、もともと出会いがあの動画編集をしてほしいというか、なんかそのそういうやり取りで出会ったので、美容以外の可能性も感じられるっていうのがすごいなかなかない存在かなと思ってます。美容師としての自分を高めてくれる環境です。代表の長谷川が僕にないものを全て持ってて、もうストレートにいろいろアドバイスしてくれるんですけど、もう本当にたまにボロクソ言われるんですけど、本当に僕のため思って言ってくれてて、本当に毎日感謝しかなくて、一人一人出会い方が違ったんで、まあ、来たのっていうとあの動画編集とかがあって出会ってるんですけど、ワンピースみたいなもので一人一人個性が違くてですね、一人一人個性が違って、その一人一人の個性を伸ばすみたいな感じでチーム編成をしてるんで、僕にとってはすごい教えられることもあって、教えることもあって、みんなで高め合いながら一つのゴールに向かってやっていけるチームかなと思ってます。その地方でもセミナーで、そのまあベージックカット、まあ、ショート、ショートボブのセミナー講習とかがまあできればいいなと思ってます。瀬川さんとの出会いもそうだったんですけど、まあ、それこそあの美容師以外のところから出会ったっていうのもあったんですけど、よく聞く話なんですけど、なんか美容師に限らずなんか好きなことを仕事にするとなんかつまんなくなっちゃうみたいな話を聞いたりするんです。お金を稼ぐための手段っていうのと好きなことに一緒になってしまうとなんか辛くなってしまうみたいな方もいらっしゃったりするので、なんか自分の世界でもそういうことあると思うんですけど、だからなんか美容師はもちろん今楽しくやってるんですけど、なんか美容師以外でのマネタイズを作るっていうのをちょっとこれから目標にしていきたいなと思ってて、ちょっと今考えてることいくつかあるっちゃあるんですけど、ちょっとまだ秘密ですけど、ゆうじさん、はい、僕のやりたいことは世界征服です。やばい。絶対言ってやろうと思って、はい、世界征服したいんですよね。そう、世界行きたいですよね。でこれ本気で言ってます。本気です、ね、本当にもうね、あのヘアキャンプ今見ていただいている方は多分何この美容室まだ知らないぞっていう人も多分いらっしゃると思うんですけど、まあ見ててくださいよっていうところがあって、
はい、もう全然もう大口叩いてもうこういう感じで言っちゃうんですもう全然こう話してもいいと思う、マジで。はい、それぐらいあのなんかこう世界に対してね、あの希望があると思いますので、縁に来てください。そういうあれでした。あ、そう勧誘でしょ。